から見たらなんかすごく突破しやすいんじゃないかって見られがちですけども、そういう時こそ結構落とし穴があると思うんで、まあ選手たちはどの試合もね、まあ、決勝戦のつもりでやる気持ちは多分持ってると思いますし、見てる人たちもね、そういう目で見てほしいなっていうふうに思いますね。まあ本当簡単な試合は1試合もないということだけは間違いないと思います。初戦がコロンビアということで、まあ、一番難しい相手になったのかな。まあ難しいというか、まあ初戦というのはどの試合もどんな相手でも、自分の力っていうのは 100% 出すのが難しい時ではあると思うので、まあその試合で選手たちがどれだけのパフォーマンスを出せるかっていうのもそうですし、なおかつ結果が出ることで1試合目くって勝てるというか自信にもつながるので、その後に、その後に1試合に、スムーズにいくんじゃないかなという。この選手も98年、2002年、2006年のワールドカップ経験者ですけど、初戦っていうのが、そうですね、初戦っていうのは全て大事だと思います。まあ、それはワールドカップに問わず、どの試合、リーグ戦でもカップ戦でも何でもそうですけど、第1試合目っていうのは本当に大事な、はい、ですね。注目している選手、個人代表選手個人の、そうですね、まあ特に、ね、足臭いでるからとかっていうわけじゃなく、はい、やっぱ乾選手とか、はい、大阪選手もそうですけど、乾選手は特にプレースタイルもやっぱ好きですね。まあみんなも多分分かってると思うんですけど、見てて楽しいというか、何かしてくれるんじゃないかなっていうね、そうですね、多分あると思うんですよ。でやっぱ僕がやっぱ求めてるというか、そういうのはやっぱ見てる人たちがこうまた見たいなとか、この選手を見に来たら楽しいなって思ってもらえるような選手でありたいっていうのは僕自身もそうなんで、乾選手はそういうのが本当に代表の中でも一番できてるんじゃないかなと思います。スペインでもね、しっかり試合に出て素晴らしいプレーをしてますし、そうですね、だってバルセロナ相手に全然打ってるんですけど、ね、こんなすごいことはないと思う。皆さんすごい人なんですよ、乾選手ワールドカップでもそういう同じぐらいの活躍を、そうですね、活躍してくれることを僕は期待してます、はい。まあ、先ほど大迫選手の番組で、はい、ね、大迫選手もまたドイツで、ね、頑張ってますし、ちょっとね、今体調が悪いということで休養されてるみたいですけど、まあ、代表選手、代表には欠かせない選手だと思いますので、これからの活躍に期待したいなと思います。今日この後すぐ横の味の素スタジアムで日本選手権日本代表監督されています。大野選手、この大会の解説のテレビ解説も務めているんですけど、どうですか今夜の試合の注目ところは。そうですね、まあもちろん優勝がかかっている試合ですし、対韓国ということで、非常に盛り上がる試合ではあると思うので、勝って優勝を決めてほしいなと。引き分けの優勝が決まるんですけど、まあ、勝って、優勝を決めて、まあ、ここから何人の選手がワールドカップメンバーで選ばれるかというのは楽しみな試合だと思うんですけど、この2試合続けて攻撃的な形で練習しますから、すごいいい戦い。そうですね、まあ初戦から比べて2戦目の方がまた攻撃にリズムも生まれてましたし、何よりね、初戦苦しい中でも勝って終わったってことがまず大きな大変とて大きなことだと思うので、でそれが2戦目にも続いてるので、3戦目も、もちろん勝つことはそうなんですけど、もっとね、いい連携だとしたら生まれればいいと思います。新しい選手がいっぱい入ってますけど、ここまで見て気になった選手とかはいいなと思います。やっぱりね、ちょっと怪我しちゃった前の試合で怪我してしまった大島選手とかっていうのはやっぱり見てて、リズムを作れる選手だったので、まあ、彼が入ることによって、2戦目のね、試合、まあ、出てる時間すごく攻撃にリズムが生まれて、まあ、守備の時も一番最初にこう危険なところを察知して、ボール取りに行ってたので、まあ非常に残念ですけども、卒業しませんし、まあ、今はでも若い選手たちが非常に躍動感で、はい、やってると思うんで、まあ、楽しみです。中盤でああいうボールをうまく回ってゲーム作るっていう選手が
気になるというか、まあ、なんていうんですかね、こうチームのことを、まあ、よく考えてるっていうか、サッカーのリズム、サッカーってやっぱりリズムが大事だと思ってるんで、そのリズムがすごくいいなっていう、相手が韓国ということで、観戦というと、まあ、盛り上がる試合ですけど、選手の立場だとどうですかね。まあ、なんか周りはすごくそうやって言いますけど、うん、あの選手はどの試合も同じ気持ちで戦ってるんで、ただまあ、韓国側の方が、なんか日本、対日本ってなると、はい、まあ、いつも以上の気持ちで、なんか、ね、戦いに挑んでくるみたいなイメージはあるんで、まあ、日本選手がそれその気迫に負けないように、うん、まあ、そこからじゃないかなと思います。どうですか、今夜一番注目してみたい選手は。今夜ですか、うん、まだね、スタメンが発表されてないんで発表見えないですけど、まあ、2戦目がベースになりそうだっていうね、らしいですけどね、まあ、攻撃においてはね、その前の選手がどういう関わりを持って戦うかというのもそうですけど、まあ、守備からしてみれば、長身の、ね、195センチぐらいの、選手をどう抑えるかというのもまたポイントになると思うので、そうですね、あと右サイドにいる上田選手、まあ、あんなね、まあ、多分みんながえって思った多分采配だと思うんですけど、この間、ね、前の試合なんて特にそうでしたけど、すごく攻撃面でも活躍してたんで、またこういう韓国というね、ただ試合でどれだけの力を発揮するかっていうのが見どころじゃないかなというふうに思います。ズバリスコア予想していただけますか。スコアがどうとかっていう試合を勝つこと勝ってくれるってことを応援するのが、まあ、ミドル人たちの役目だと思うので、やっぱそれだけは、はい、みんなで勝つことを祈りましょう。はい、ありがとうございます、はい。